あ、ドルに関してです。もう全体的に下がっとるんで、特に強調するってことはないで、ドル円にそのままにしますけど、ついに1時間足単位でもやられて、これで日足も短期右下向いてって、週足に関してもローソク短期と乖離離れて、当然中期とはまだまだで、もう完全に円高っていう状況ですよね。本日の仮想通貨時価総額、上位10等分にドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、そこそこ下げたなぁなアメリカドル換算258ビリオンと。その通りにあいつはね、前日換算ずらっと見ても、10% 以上下げるとこ目立って、唯一上げとるのがコスモスだけですか、5% ほどと。それ以外見れば本当に赤が目立つ通りに SV の 19% ぐらいはさすがにあれですよね。上げた幅がでかすぎるから下げるのもでかいよなと。その比率で考えやイーサとかライトコインファイナンスあたりがあれですか 10% ぐらいですか。何があったんでしょうかというところで、日本円換算の時価総額言ってもこちらも下げている。28兆2789億と30兆があれですね、なかなか維持できん状況ですね。では順番に時価総額1位のビットコインからいきましょう。確定ではないけどどうでしょう、久しぶりですね、週足レベルで赤いの下げが目立つの。いや別に下がってほしいわけじゃないですけど、ただこれだけ最初にマイナス計上しても移動平均線的には 20MA も 120MA も角度変わらずに順調って、いや本当順調ですわね。それで日足行ってみると久しぶりにピンチ迎えましたね。 120MA は角度変わらないもん、 20MA がどうでしょう、ピクリとこんなあれですか、目先ほど角度緩まって、何よりロウソクあれですかね、タッチしかかってますもんね。久しぶりですねこの状況になったのは。これであれか1ヶ月ぶりぐらい、先月までですもんね、最後の日ぐらいに触りかけて、もちろんこのまま下抜けるのか売っちゃって跳ね上がってくるのか、それは誰にも分かりませんけど、4時間足行ってみるとこちらもそうですもんね。 20MA は下向いて、日足換算の 120MA も角度緩まって、移動平均線は当然 20MA 下抜いて、久しぶりなんですねこんだけ長いのつけて抜いたの。1回はあれか96とか言って夢を見せかけた部分だったけど、その次の時間の4時間してポコン叩かれたとこっすか。ネタ的には全くわからんすわね、そんな共通のところが出とるわけじゃないので。はい、ということで次はイーサー。週足 25MA7MA そこまで角度変わらないもん、やはりあれですかビットコイン同様ローソク的にはマイナスを計上しような週足かどうかというところで、これもやはり久しぶりですよね。1ヶ月ぶりくらいじゃないですね。全体的にこんな感じかなと勝手な想像しますけど、日足いくとこちらもそうですね、 25MA 少し角度緩まって、 7MA に関してはあれですかピクリ右下向いてローソク下抜いてと。1回目の調整期間だけどさすがにあれですか乖離が狭まってきた頃合いかなと。4時間足いくと 25MA 水平右下、 7MA はさらに右下角度ついて、イーサに関してあれですね、これ夜中の1時からずっと下げっぱなしですね。それも長い足、特に現在時間においては 99MA まで下抜いてるので全く分からんですね、下がってた値段に関しては。多分これはイーサーだけじゃないと思いますので、とりあえず全体的に見てから判断しましょうということで。はい、次はリップル。週足 25MA7MA 特に角度変わらず、リップルはあれか前日比でこれで 8% 弱減少も、週足をマイナス計上させるまでは行ってないんですね。ただロイストックは限りなく短くなってますけど、日足行くと 25MA それほど角度変わらないもん、 7MA があれですか緩くなってきて、現在ではあれか一応は 7MA 下の糸だろうそくが、詳細を4時間で行くとこれもやっぱイーサーに近いですね。夜中の1時から長い足8時間つけて下げて 25MA 一気に抜いて、現在時間でまでは 99MA タッチそうなところを見て、瞬間的な安値はあれですもんね、 99MA タッチするぐらい行ってますもんね。 99MA 角度緩くなってきて、やっぱり1回目のちょっと調整期間に入ったのかなってこの時点で勝手な解釈しますけど。はい、ということで次はイオス。週足は 25MA 角度変わらず、 7MA も角度変わらず、ロウソクも乖離離れて、これだけ見ればほんと順調ですよね。前日比 10% ぐらい下げてるのに全く週足に影響を与えてないやつ、珍しいなこれ。はーんというところで、いやこの状況は想像できんかったです。日足行くと、ただこちらで言うとあれか 25MA が若干緩まったぐらい、 7MA に関してもそうですね、角度緩くなって現在はロウソク下抜いてますと。そうだな、いくら上げとるとはいえ 10% ぐらい下げやこれぐらいならんとおかしいですもんね。4時間行くと 25MA 角度緩くなって、 7MA は急角度右下、やっぱりあれですね同じ時間ですね、夜中の1時からと朝の5時からとダブルパンチで8時間長い足つけて下げて 25MA 下抜きました。ただ 99MA 下げまではいけないで、基準が高いでからかな、週足レベルではでも全く影響ないですもんね。あの角度変えてないの他のトークも一緒ですけど、それだけじゃなくて週足レベルでマイナス計上してないんですもんね、イオスに関しては。ふーんというところで。はい、ということで次、キャッシュ ABC。こちらもあれですね。
週足25円目、7円目特に変わらず、ただローソクに関しては現在マイナス形状してる。そうだな、 10% ぐらい下げはこれぐらいになっても普通ですわね。ユースだけなんかおかしいよなってところで、冷やしていくと25円目それほど角度変わらないもん、7円目が水平に近くなり現在はローソク下抜いています。4時間いくと25円目水平右下、7円目右下角度ついたのはやっぱあれですね、夜中の1時と朝の5時と8時間長いやつつけて下げて25円目下抜いて99円目サバールぐらいまで行っとるとこですね。割かしやっぱ似とるな、ここら辺まで来ると動きは。下げた時間も一緒ですし、特に個別トークンだけが下がっとるわけじゃなくて全体的に下がっとるというところで、はい、ということで次はライトコイン。週足25円目角度ついて順調、7円目も角度変わらず、ロウソクも帰り離れていますと。さあ週足単位でどうでしょう、確定ではないけどマイナス形状しそうと。そうだな、ライトコインも 10% 近く下げとるからこれぐらいになっても普通ですわね。ユースだけやっぱおかしいよなということで、冷やしていくと25円目角度緩まって、7円目もどうですね、水平近くなって、それと平行してかロウソクも下抜いて、そうだな、ここら辺もやっぱ一緒ですね、動き的には。4時間いくと25円目やや右下向いて、7円目右下急角度、やはり同じ時間、夜中の1時と朝の5時、これ8時間ぐらい長い足つけて下げて現在も下げが進行中で止まってはないとこですね。ただ帰り離れてこうやってジロジロしてるとまたパカーンって跳ね上がってる可能性はあるから、そこまで下がっとるかって、ここはショートとかそんな飛びつけんすわね。いや、上位足が理由は上がっているからです。はい、ということで次はバイナンス。週足は本当恐ろしいな。25mm、7mm 角度変わらず。一応はまた久しぶりにマイナス形状しそうな赤の色してますけど、これだって遡っていくと 7mm 上抜けたぐらい、 25mm って言いますわ、だったらそっちの方がいいで。が2月の頭ですよ、その週から見てこれマイナスの足が 1,2,3,4 本ですよ。今週計上するかどうかは別として、1ヶ月って4あるんですよ。2月から5月終わりですよそこで4本ですよ。4本って1ヶ月分しか下げてないですよ、それも長くなくて、この1本より短いですもんね。いかに恐ろしいのが分かる通り。ただ冷やしていくと25円目の角度緩くなって、7円目が少し右下向いてロウソクは下抜いちゃいましたと。ここはあれですね、やっぱ上抜いていくところがあれですよね、欲しいところですわね。最初に取るマイナスに関しては本当買うタイミングがないというところで、4時間いくとこれはあれですね、もっと顕著なんだ。昨日の1時台からずっと下げっぱなしなんだ、全くプラス計上してないな。夜中の1時とかそれ連動してないんだ、もちろん長い足はつけてるけど、ずっとですか、丸1日下げっぱなしは珍しいなこれ。ほー、1回もプラスの色してない。それで99目タッチまで行って、当然25目は下抜いてますと。調整期間っていう解釈はあれなんじゃないかな、これは。個別に下げとるわけじゃないですね、どのトークンがというところで。はい、と次はめんどくさいな。なかなか上がってきて下がってこい。ビットコイン SV。こいつだけあれなんですね。バイナンスで上場してないというか、上場廃止しとるもんで、チャートがないで、他のとこ飛んでかなあかんすよね。まあ、ブツブツ言わずに、時価総額上位は上位なので。7MA と黄色いのが 30MA で、これバイナンスチャートとは若干ずれるんですけど、週足で見ていくと 7MA、30MA ともに角度ついて、特に 7MA は急角度。それは昨日とかその前、そんだけあんな 100% 近いほど上げてるらそれは上がっていくだろうというところで、ロウソク的にも乖離離れて、全く同じだけ見るのは問題ないってことね。冷やしいくと、こちらも同様で 7MA、30MA 角度ついて、冷やし単位では一応あれか、それはあれだな。20% ぐらい下げとんだからマイナスですけど、ただ上げとる幅がでかいもあれですよね。週足レベルとか全く影響なくて、日足でも 7MA すらタッチにも至ってないですもんね。問題ないという解釈ですね。それで4時間いくと 30MA に関してはほとんど角度変わらない、もうさすがにないですか。やっぱ 7MA は右下向いて、時間的に言うと昨日の5時からこっからずっと下げっぱなしなんだ。ファイナンスよりはちょっと後の時間か、高値刻んだ後にもうあれか、なんかオオカミ少年がバレたんかな。唯一あれか、朝方9時が耐えたぐらいで、現在時間もまだ下げてって、特にこれ SV だけっていうわけじゃないから、全体的なレースはね、上げとる分がやっぱでかすぎるんで、下げた幅もでかいんでしょうということで。はい、ということで次はカルダノ。週足は 25mm 角度特に変わらず、ただ 7mm が本当あれですね、水平気味ぐらいになって、さすがにあれか、高値を刻めんとこもあって、特にあれですね、前日比換算でも 13% 近く下げとるから、ただ週足見る分だけではそこまで影響はないよな。手足いくと 25mm 特に角度変わらないも、 7mm 水平気味になってロウソクは叩かれ 25mm に近づきそうと。詳細4時間でいくと、こっちは足がかなり長いですね。夜中の1時から下げた時間は朝の5時とダブルパンチの8時間ですけど、
この2本だけで99円目下抜けまで行ったんだ、一気に4時間足の範囲内で高値更新しとったのに、当然7円目右下急角度、帰りも離れて現在99円目下抜いていますと。 13% 下げたにしても今までの貯金がないのか99名下抜け一気にいってますもんね。イーサだって前日期間差で 12% ぐらいだから、それほど比率は変わらんだけど、そんだけやっぱ立ち位置が違うんだろうな。むしろここ抜いてったところ、あ、上ですよ、まあ、また拾っていきたい場面だよなと。これはそういう逆に前向きな日だよなというところで、はい、ということで次はステラ。こちらはプロトコルアップデートとかの投票控えてどうでしょうというところで、週足に関しては25名水平気味、7名の角度がちょっと弱まっていたんですか。その通りにロウソクとの乖離縮まって、安値も切り下げつつあって、これで前日比 10% 弱ぐらい減少。もともとあれか、週足25名水平気味なんで厳しい手は厳しいか。さあここまで下がるまではやっぱあれでしょうね、放置プレイでしょうね。日足いくと25名角度変わらないもん、7名水平気味、そこをロウソク下抜いて現在は25円目に触りそうと。4時間行くとこちらも一気ですね、夜中の1時ここでもあれか、長いのつけて7円目はおるか、25円目は下抜いてったんだ。でその後も上がることなく99円目下抜いて、カルダノとステラに関しては下げ幅がでかいな、パーセンテージがある、そこまででかくなくても立ち位置がやっぱ低いってところでしょうね。それはバイナンスの 10% 下げるのとステラの 10% 下げるのは現在の位置が違いますからね、移動平均線とロウソクの位置づけに関しては。はい、ということで最後はドル円。例によって昨日の同時刻から眺めていくと、短期を上げとるところのアジアで着々と上げつつ、ロンドン入って1回短期下抜けるも角度変わらず再び上抜いて 109.9、 それぐらいまで戻すんだ。ただそこからニューヨークですっこん叩かれて短期下抜いて、夜中触ることなく推移して、朝方アジアで若干あれか、触りかける瞬間はあるんだ。だけど長いのつけて叩かれて一気に短期まで下抜いてたんだ、朝の9時とか。それでその後も復活することなく、さらにはこれ11時とかか、お昼です、そこら辺でも下げていって、なんとなんと現在は109円割った108円後半と。かなりこれであれですね、再びマイナスの方向へ振られたな。そこで冷やしていくと当然ですね、短期の角度右下急角度ついて、ロウソクも長い足つけて、中期との乖離も離れて、これではさすがに中足つらいだろうなぁと。週足いくとそうですね、短期の角度は変わらずに、中期はトレンド出るの遅いから水平やや右下気味も、ロウソク的にはかなり乖離離れて、これであれですか、円高の方向へ一気に振れましたか。ただもちろんここだけはやっぱり動きが荒いね、格好を戻してくる習慣あるので、この乖離離れたところでポジションは絶対取れんすわね。水平に近いところでどっちへ振るかっていうところじゃないとポジション取っていけんすわね。はい、ということで本日は仮想通貨もドル円も、あ、ドルに関してです、もう全体的に下がっとるんで特に強調するってことはないで、ドル円にそのままにしますけど、ついに1時間足単位でもやられて、これで日足も短期右下向いてって、週足に関してもロウソク短期と乖離離れて、当然中期とはまだまだで、もう完全に円高っていう状況ですよね。ただやっぱり相場がここは荒いんで戻してくるのが過去の傾向、特にここ半年とかで見ると早いんで、一概に円高だからってそっちの方向ばっか振れるとまだ言えんすわね。日足レベルで戻してくるとそっからカーンってくる可能性もあるんで、特に長い足一本でひっくり返すであれですよね、あのトレンドを一気に変えちゃうんで、なかなかあれだな、これは難しいな本当に。これ行くならやっぱり毎日言っとる通り仮想通貨の方へシフトしたいわなというところで、仮想通貨的に言えば全体的にはもう夜中の1時とか朝方5時とかそんなあたりの2本ぐらい長い足つけて4時間足とかでやられてて、週足までは影響ないにしても4時間足レベルはほぼあれですよね、マイナス目線ですよね。ただ全体的にトレンド変換入ってるのは間違いないんで、ここら辺のところ上抜いてたことじゃないと買うタイミングってのは多分ないだろうな、今から入りたいと思ってる人は。特に基準の低いところのリップルとかちょっと一回叩かれたカルダノとかそんなとこっすわね。バイナンスだってやっぱこういう状況しか入るところないし、唯一 EOS だけあれですよね、 10% ぐらい下げてそれでも週足レベルのロウソクがマイナス形状してないとか、全体でそれだけ珍しいよなって。 SV の 20% 下がるのは前日比とかその前が上げすぎた感があるんで、それはまあ確かにそうだろうというところで、例によっていつものごとく下げてた理由というのは全く分かりませんわね。個別にするネタがあるわけでもなくて、リップルだって昨日でも言及した通りに毎週そんな2つか3つパートナーシップ締結する割にはなかなか上がってこんので、やはり技術関連と相場に関しては連動して
素直にしてかんわなって、金融商品のリリースとか規制とかそういうのも全て含めてというところで、ただここを上抜いていくがどのトークに関してもチャンスはチャンスだよな。自分ならあれかな、やっぱりリップルとかステラとか、リップルとかあれかな、狙ってくった方があれかなと思いますけどというところで、はい、でまあそんな感じで以上2019年5月31日最終日、本日の仮想通貨時価総額と上位10トークの相場考察でした。そんな感じで終わり。